あ、はやぶさくん、はやぶさくん。はい。はやぶさくんって、チャプター1からやってて、編集めちゃくちゃ早いよね。はい。はい。なんか、はやぶさくんの中で、編集早くするための練習方法とかコツってあったりする？ありますよ。じゃあ、今回ちょっと、それをみんなに話してもらおうかな。了解です。今回はチャプター1から4テンとやってるはやぶさくんに来ていただいて、編集を早くするためのコツや練習方法を解説していただきます。編集を早くなりたいという方は、この動画を絶対に最後まで見ていってください。そしてはやぶさくんは、今この画面に出してるクリップの方なんですけど、めちゃくちゃ編集早くて、うまくてめっちゃ優しい方なんで、よかったらね、チャンネル登録の方もお願いします。それでは早速本編入っていこうと思います。クリエイターサポート AKIRA285。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ今回は僕の大会とか最近結構一緒に出てる、まあはやぶさくんっていう子がいるんですけど、まあこの子がね、チャプター1からずっとフォートナイトやってて、まあ編集がめちゃくちゃ早い子なので、今回はね、編集を早くする方法をちょっとはやぶさくんの方に聞いていきたいと思います。お願いします。はい。まあとりあえず初動の方を終わらせていって、まあそっから、解説の方に入っていこうと思いますんで、とりあえず初動やっていきたいと思います。で、一応ね、今回その動画に出るのはちょっと初めてなので、簡単にちょっと自己紹介とかだけをしてほしいので、好きな武器、好きな戦い方と名前、まあこれをちょっとお願いします。はい。最近、アキラさんと大会出させてもらってる、はやぶさって言います。エピック ID とかは、ブサックスとかが多いんで、名前呼び方わかんないかもしれないんですけど、一応、はやぶさっていうので、気軽にはやぶさくんなどと呼んでいただけたら嬉しいです。好きな武器は、さっき練習早いって言ってもらったんですけど、大人のプレイでの長所みたいなのは、エイムだと思うんで、はい、アサルトとかがやっぱ一番好きです。アサルトがすごく得意です。はい、得意です。今はもう競技あんまりガチガチにはやってないんですけど、結構前の方はガチガチやってた時は、進行やったりとか、あとは味方のカバーをするタイプでした。好きな戦い方といえばもうそういう戦い方が好きです。じゃあ仲間にゴリゴリとつってもらって、まあそれにカバーするっていうのが、ブサ君の戦い方って感じかな。そうですね。なるほど、OK です。わかりました。まあ、こんな感じをね、めちゃくちゃイケボで、フォートナイト上手くて、編集がめちゃくちゃ早い、はやぶさくんということなんで、まあ今後よかったらよろしくお願いします。お願いします。一応、8月は配信とかもやっていくらしいので、ちょっとチャンネルの方貼っとくんで、よかったらね、見に行ってみてください。はい、お願いします。敵います。確定ボットです。よし、じゃあ初動の方も落ち着いたというか、まあ、特にすることがなかったので、まあ、実際にはやぶさくんに、編集を早くする練習方法から聞いていこうと思います。なんか、自分の中でこういうことをやったから編集早くなれたよみたいなのがあったらお願いします。はい、昔から僕ずっとボックスファイトをやってて、うん、本当に一番建築バトルとか、うん、今 FFA とかあるんですけど、うん、その前からあのボックスファイトだったりタートルファイトっていうずっと永遠にリスポーンできて上下だけ決まってるっていうか上の高さだけ決まってるみたいなマップがあるんです。そういうのをずっとやってたんですけど、それとあとピースコントロールマップとやって、うん、ピースコントロール鍛えながら、まあ、編集とかも練習するみたいな感じでしたね。なるほど、ボックスファイトをやってたって言ってるけど、ボックスファイトって編集早くなるん？そうですね、人によるとは思うんですけど、うん、普通に例えばプレイしてた時に、うん、FFA とかだったりあの建築バトルとかだったよりはやっぱりボックスファイトの方があの編集量は多いと思うんですよ、ね、ああ確かに確かに。なんでやっぱ一番編集することが大事かなって思います。じゃあ、ブサ君的に一番その編集が早くなれたのはボックスファイト、タートルファイトだったりピースコントロールマップってことね。そうですね。 OK です、わかりました。俺早くよ。 OK です。37ナイス、強すぎ。俺ハイの方とやってるよ。スパー来てますね。 OKOKOK 17、1点。割ってる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 、そいつ。やってた？ナイス、天才。隠れますね。もう一人結構与えてる。待って、ワイルドホーク割ってる。オッケー。待って、ガチごめん。いけるよ。いけるよ、マジ。ナイス回復。頑張れ。うっさ。あ、めっちゃロス。あ、めっちゃロー、ほんとに。えっ、危な。危な、危な、危な。いやいいですよ。終わりました。天才。やった。ナイス。18。ナイス。60ぐらい当ててるよ、一人。青い方。待って、ワンパンされた。
天才、強すぎ、死ぬ、僕、死んだ。え、いるくね、なんか、ボット、ボットやん、ボットっぽいっすね。うお、うますぎ、うまい、天才だこの人。いいっす、待って、いる、20、えっと、ナイス、17点、待って、100、ナイス、強すぎ、ナイス、強すぎ、大丈夫、あ、ごめんなさい、あ、マジで申し訳ない、本当に申し訳ない、よく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 、あ、奥開けます、多分それ、続いて、ナイス、うまー、あ、もう天才っす、それはもう天才な、ナイス、すぎます、よし、あ、やばい待って、本当にダメ、ほっ、さあ、あれです、お分かりいただけただろうか、来ますよ。オッケー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 。何これ本当に。話させてくれんやん全然こいつら。俺上登ってる。あ、オッケーです。今気づいてます。いけるかも。あ、オッケー。ナイス。お、上行きました。オッケーオッケー。やった。ナイスすぎ。天才だ。ということでね、まあ、最後ね、はい、編集のコツみたいなのがあればちょっといくつか教えてください。そう、編集のコツはやっぱり編集多分無理っすね僕興味編集するのにやっぱパターンみたいなのを決めといて、はい、あの自分のできる建築の、技みたいなのをプロの人とかたちから、盗んで、そういうのを決めておくんですね、編集する前に。次の何編集しようとか、どこを立ててどれ編集しようとかを決めておくと、やっぱりすぐに行動することができるんで、うん、いいと思います。あとは、キーとかボタンを早く押すことが重要だと思うので、うん、そういうところも、あと、さっき言った通りに、ボックスやスタートライトとか、ディスコントロールマップでたくさん練習することが大事だと思います。あとは、編集するときに、うん、最短距離でこう編集をするっていうのを意識することが大事で、編集するときに、右下の例えば円で編集する、4つを編集するときは円を描くじゃないですか。うん。そのときにちゃんと真ん中、ああ、なるほどね。4つの真ん中をちっちゃい円を描くように編集することが大事あります。なるほど。まぁ、ちょっとすごく急がせてしまったんだけど、まあ、最後、まあ、こういった感じに3つねコツの方をちょっと解説してもらいました。さあラスト頑張ってビクロイを取っていきますか。OK です。はい、1人 OKOKOK、 あ、ちょっとめちゃロス。 OK、 ナイス、やった、ナイス、もちろん、ナイス、いけるよ、やった、ナイス、ナイス、いやはい、ということでね、今回ちょっとハヤブサくんに編集を早くする練習方法とコツの方を解説していただきました。途中ね、背面に集中しすぎて説明どころじゃなかったんですけど、一応こんな感じハヤブサくんは編集を早くしてきたとのことなんで、ぜひ参考にされてみてください。ということで、今回の動画が面白かったためになったという方は、僕とハヤブサくんのチャンネル登録の方お願いします。お願いします。ではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。